メッセージバードとは、ナノコミュニケーション CEO、リミテッドが提供する、スマートフォン向けのチャットアプリケーションである。愛称はメセバ。Google Play と iTunes で、合計260万ダウンロード以上されている。バードポイントは、メッセージバードを使用する際に消費したり付与される、ポイントである。略称は BP。新規ダウンロード時に 150BP 付与される。また、 メッセージに返信すると、一人につき初回の返信のみ、1BP のみ付与される。などメッセージをやり取りする上で、NG ワードが厳しく設定されている。アプリの FAQ では、どこの誰に届くかわからないから、相手を傷つけないような言葉がないか厳しく、禁止ワードをチェックしてるよ。また、メッセージワードではたアプリや、サイトサービスへの必要な勧誘も禁止してるから気をつけてね。 と説明されている。NG ワードに該当したメッセージは送信できずに、訂正を求められ、運営事務局によって、直近のやり取りを確認される。2014年3月より、送信メールに画像を添付できる機能が追加された。アプリ上に画像を4枚までストックでき、メッセージを送信する際にその4枚の中から選ぶ、仕組みである。 画像が4枚に達した場合は画像を削除した上で1日10枚を限度として一度に4枚までストックできる。なお、この機能は過去に利用停止歴のあるユーザーは使用することができない。2015年10月よりユーザー同士で無料通話ができる機能が追加された。誰にでも通話できるわけではなく返信をした相手の見かけることが可能。サービス開始以降。 特に深夜帯で通話を希望するユーザーが増えている。NG ワードに該当するメッセージを何度も送信しようとし、運営事務局によって悪質と判断された場合や、不適切な画像をプロフィール画像に設定した場合、数十通の連続投稿をした場合などに、利用制限や利用停止になることがある。利用制限になった場合、送受信が制限される。 世界中に向けたメッセージが送信できなくなり受信メッセージ数が大幅に減少する受信したメッセージに返信したりフレンドに向けたメッセージを送信することに制限はかからない利用制限は適切な内容のメッセージを一定数送り続けることにより解除され期間では解除されない利用停止になった場合アプリを起動した際に あと何日と何時間と何分で利用停止が解除されるかというカウントダウンが表示される。利用停止期間中は運営事務局にメッセージを送信することと機種変更手続きのコードを入力すること以外、プロフィール更新など何もできない。利用停止が解除されると利用制限になる。アプリを起動するとお客様は永久利用停止となりました。ご利用ありがとうございました。 表示され、運営事務局にメッセージを送信することと、機種変更手続きのコードを入力すること以外何もできなくなる。2012年12月25日、2013年1月8日、2月5日、3月5日、4月30日、5月21日放送の、オードリーの紙アプリ申請紀アップデートマイナスで紹介され、条件をクリアすると、 オリジナルのバードが手に入るというコラボ企画が行われた。また、オードリーの若林正康がプライベートで本アプリを利用し、エジプト人と交流したということが番組内で明らかになった。ありがとうございます。